和也の孫です。今日もよろしくお願いします。今日は漢方薬の話をしてみたいと思います。で、漢方薬の中でも桂枝湯という、漢方薬 処方があるんですけれども、それの話をしてみたいと思います。で、なぜかというと今日、漢方薬のメーカーの津村さんが、会いに来てくれて、こう YouTube 始めたんだったら漢方薬の話とかどうですかっていう話題になってですね、桂枝湯の話になったので、せっかくなので桂枝湯の話をしてみたいと思います。で、桂枝湯、よくこう風邪薬で使ったりするんですよね。どちらかというとこう若い人の風邪薬っていうよりはこうおじいちゃんおばあちゃんの風邪として使うことの方が多いかなという印象はありますけれども、風邪ひいてちょっと頭が痛いとか、お腹の調子が悪いとか気分がすくれないとかっていう時に使う漢方薬なんですけれども、桂枝湯の面白いところは桂枝湯にいろんなものを足していくと別な効果が強くなるっていうところなんですよね。で、例えば桂枝湯に芍薬をさらに加えると、もともと芍薬入ってるんですけれども、それに芍薬をさらに倍にすると桂枝加芍薬湯って言って、お腹の風邪薬になるんですよね。お腹が痛いとかお腹がちょっと緩いとかいう時、ただもともと桂枝湯が入ってますから、こう頭が痛いとかも桂枝加芍薬湯でやっぱり取れてしまったりするんですよね。なのでこの辺がこう漢方薬の面白いで、桂枝加芍薬湯にさらにこう香油という水飴を加えるんですね。そうすると腸腱中湯という漢方薬になって、子供のアレルギーとか虚弱体質とかっていうのを改善で使うような漢方薬になるので、またこれもともとは桂枝湯なのに桂枝湯に芍薬を加えてさらに水飴を加えると子供のこう虚弱体質の薬になるっていう、ちょっと変わった漢方、面白い処方なんですよね。よくこうベースとなる処方になります。で、桂枝加芍薬湯に水飴ではなくて今度大王っていう下剤みたいなものを加えると桂枝加芍薬大王湯って言って、お腹がちょっと断面感があるというか、ちょっと便秘してぐじぐじして気持ち悪いとか、断面感があって気持ち悪いとか、お腹がちょっと痛いとか、あとはこう大王っていうのは抗ウイルス効果があると言われているので、意外とこうお腹の調子がこう細菌感染みたいな時に悪いものを出してしまいましょうって言って使ったりすることもあったと思います。桂枝加芍薬湯に芍薬を加えてその後に何を加えるかっていうのでも全然こう違った目的があるんですよね。ただもともとベースとしては桂枝湯なので、やっぱりこうちょっとこう風邪気味とか頭が痛いっていうのも一緒に取れてしまったりするところが漢方薬の面白いところだと思います。で、さらに言うと桂枝加芍薬湯に小細工湯っていう生薬をもう一個処方を加えると細工桂枝湯っていう薬になるんですけども、これがこういろんなことに使う薬、僕の中ではこう何を使ったらいいかわからない時はとりあえず細工桂枝湯っていうぐらいいろんなことに幅広く効いてくれる漢方薬ですね。こう風邪が長引くとか、あとは気分が優れないとか、あと不登校とかで使ったりもしますもんね。あとは桂枝湯に今度は魔王節最新湯っていう漢方薬を加えると桂鏡草草黄心部湯っていう、処方になるんですよね。で、これがこう、長引く風邪とか長引く症状とかっていう時に使ったりだとか、あとは桂枝湯何を加えるかな、桂枝湯に心部湯を加えると桂枝加両頭痛部湯みたいなのに近い中身になりますから、今度は痛み止め、痺れるような神経痛みたいな痛み止めとしても使えるようになったりだとか、あとは桂枝湯にさらに桂枝を加えて桂枝加桂湯みたいな形になると、今度こうシナモン、桂枝湯の桂枝でシナモンですから、こうシナモンの香りって気持ちを落ち着かせるような効果があるので、桂枝加桂湯はこう安定剤っていうかね、錠剤でセルシンみたいな形で安定剤みたいな効果があるって言われてます。そういった形で桂枝湯にいろんなものを加えていくと結構面白い。大事なものを忘れてましたね。桂枝湯にカッコンと魔王を加えるとカッコン湯になります。で、カッコン湯って有名ですよね、風邪薬で。もともとカッコン湯って後背こわばりって首からこう背中にかけてのこう痛みを取る漢方薬なので、風邪ひいた時に使うっていうのも肩こりで使うことの方が、肩こりとか首こりですね、で使うことが多いかなという気がします。カッコン湯の風邪薬の守備範囲ってものすごく狭くて、
こうゾクゾクとした時にパッと飲むみたいな形じゃないと、こう風邪ひいて咳が出て熱が上がって、ああもうきついっていう時に飲んでもなかなか効かなかったりします。あ、効くのは効きますけど、こう葛根湯の守備範囲としてはちょっとずれるのかなという気がします。で、葛根湯の守備範囲を広げようと思ったら、あの先ほど出てきた小細胞糖という薬を加えて、こう葛根湯と小細胞糖という薬を加えると、あの低脂糖に葛根と魔王にさらに詳細ことを加えるような形ですよね、うん、ということは最後低脂糖に葛根と魔王を加えればいいのかですよね、うん、もう新しい発見の自分の中でを加えると、まあでも処方として難しいから、やっぱり低葛根糖に詳細ことを加えた方が簡単ですね。で、を加えると、あの再活激闘といって、これもあの風邪の引き始めから終わりまでをこうこれ一つでこう総合感冒剤みたいなものに使いましょうという漢方薬ですから、まあ、番号で1と9なんですけど、再活激闘という葛根湯と小細胞湯、もしくは小細胞湯か気胸石膏だと、この喉にも効くのでいいかもしれないですよね。を混ぜるとこう総合感冒剤というか、こう風邪の引き始めからこう治り際までこう治してくれるという漢方薬になります。こうやって考えると、低脂糖を一つ考えるだけで結構漢方薬って面白いですもんね。なので、こう中身が何っていうのを覚えていくのも面白いんですけれども、まあ、実務でそこまでかなかなか使うかって言われると、なかなか使わないですもんね。なので、こう漢方薬の使い分けみたいなものをこうちょっと知っておくと、こう薬剤師の方は服薬指導の時にこう役に立ったりとかするのかなと思います。なので、低脂糖、低脂か芍薬糖が出ててお腹の調子が悪いっていう方がいて、もうお腹の調子が悪くてね、時々頭も痛くなるんですよねとかっていうと、あ、低脂か芍、もともとが低脂糖だから頭痛いのもこれで取れるかもしれないですよっていう説明をしたりだとか、あとは低脂糖の中にもともと肝臓と芍薬が入ってるので、肝臓と芍薬って芍薬肝臓糖ですよね。なのでこうしょっちゅう足がつるっていう風に芍薬肝臓糖を長く伸ばせると、こうディアルドステロンっていって副作用が出ることがあるので、低脂化芍薬糖をずっと飲ませるっていう方法もありだと思います。そしたら肝臓の量が少なくなりますから、こう長期間服薬してもこうそんなに害がないですもんね。で、芍薬を増やしているので痛みが取れやすくなりますから、お腹の痛みだけではなくて、こう小胸返りみたいなものも低脂化芍薬糖をずっと飲むことで少しこう改善していくんじゃないかなという気がしますね。まあ、そんなでこう漢方薬、ただちょっと今カンペなしで喋ってるので、もし間違いがあったらぜひぜひコメント欄にこれ違うよみたいな形で教えてください。もう雑談として話してますけれども、やっぱりこう薬のことなので正しい情報の方がいいと思いますので、何か間違っていることがあったらコメント欄に記入よろしくお願いします。それでは今日は薬剤師らしく漢方薬の話をしてみました。和也のまこでした。ありがとうございます。失礼します。